65歳からのサイドビジネス。看板デザイン工房。えー、屋外広告のことを OOH 広告と言います。アウトオブホーム広告。えー、世の中歩いてると、えー、看板がたくさんありますけど、QR コードがついてる看板はまだまだ少ないですね。電柱広告だとか、消火栓広告だとか、A 型看板だとか、ポスターだとか、あ車のラッピングだとか、これはすべて OOH 広告と言いますね。これはたまたまあ地下鉄にパリのアルミカ人という、えー、劇団四季のポスターがありました。あ実は QR コードが付いてなかったんで、私がこの半透明な白い QR コードを付けていました。そしてそれを見ると、えー、YouTube に、えー、予告編が出てくるわけですから、 パリリののアメリカ人の予告編が出てて、くる。そしてどこの映画館でやってるかっていうのが出てきてそこでチケットの購入ができる、えー、スマホで決済もできるそうすると早割りで、えー、チケットが安く購入ができるようなこともあるわけですね、えー、左側はハウステンボスですけどこれもハウステンボスのイメージ広告だったんですねそこに私たちのこの半透明な QR コードをつけることによって 今、えー、ジェットコースターに乗ると、ゴーグルを貸してくれるんですね。そのゴーグルをつけると、メタバースって言って、えー、仮想現実でニューヨークのマ,ッタン,マンハッタンの中を、ぶわーっと駆け抜ける、すごい映像が出てくるわけです。そこに行きたいなと思ったら、旅行会社の窓口につながって、飛行機で行くのか、新幹線で行って、どこに泊まるのか、 帰りはそこを終わってからどっかに立ち寄って帰るのかっていうチケットの購入までできるわけです。これからの印刷会社は印刷物をするだけではなくてそこで誘導して売り上げにつなげるところまでやりたい。そんなことを看板デザイン工房という名前で営業を始めてます。ぜひ65歳からのサイドビジネスとして そのようなお客さんの、えー、看板広告をお、とりあえず写真を撮っていただければ、それが入り口となって、えー、次のビジネスにつなげたいと考えております。